内田もね、宝珠は不用意にしたくないし。松本今また手良くなかったですか？めちゃくちゃ良かったですね。ドラマ9万です。いや、これ小山、上がるだけじゃダメなんですよね。打点がいるんで。うん。いや、でもスワンコ一直線みたいな第一出しましたよ。まあ、手も手だし、点差も点差だしっていう感じですね。もうここは逆転するスワンコを、うん。作ってやろうかと。うん。いうことですか。もちろんね、そんなにめちゃくちゃやるわけではないですけどね。うんうん、ちょっとでも見えてるんだったら言っていいだろうみたいな。なるほど。これ十分見えてる方ですよね、一巡目にしては。現在の。やめてる。ああ、もう来るわ。親が来そうですね。もう来るわ、これ。さあ、現在の持ち点画面に出ています。確認していきます。はい、親の松本が 69,300 点。2着目の矢島が 31,300 点。3着目の内田 12,900 点。そして、ラス目の小山が 5,500 点となっています。うん、小山は満願条件と。ドラ引いた。都合だと1300、2600で、ギリギリ、同点。あ、違う、勝ちか。内田を買わせますか、うん、お、買わせますね。ちょっと打点がね。面単品都合でいいんですよね。うん、言いそうとかもさよならですね。うん、ただ今にもですね。今にも。親からの。とにかく言いそうはいらないんで、そうですね。親の制圧がもうすぐ来るんですね。まあ、そうですね。今、完全な孤立でちゃんと求めてる形ですけど、はい。これがちょっと変わったらもう一瞬できますね。うんうん、あ、でも、面単品シャンテンになりましたよ。はい。これなんだよ、数層 ?3 ワン ?3 ワンの方、数層だと3層引いたら面単品イペコになるかもしれないんで、でね、使い道があると。うん、お、スーアンコ。レアガリマンガンが OK ですからね。はい。お、お、なんかいろいろ起きてる。あ、ポンしました。あ、ポンだ。いや、今、ドラが重なったんで、トイテドラドラでいいやってます、ね。なるほど、なるほど。あれ十分に大きな EP 引いた。じゃあ、スーアンコですか、こちらも。いやでも、内田はそんなこと言ってる場合じゃないんじゃないですか。確かに。あ、これですよね、これ。これを引いたらもう一瞬できますね。広がりましたね。はい、さあ、3品のポンも矢島がしました。全員いいんですよね、もう今。結構いい感じになってる。うん、いいですよ全員が確かに。あ、初あんこか。あ、9番ドラだ。ドラで矢島ポン入りますよ。え、8000打てないんですよね。打てない。ウーアンかってことはまだ出る可能性ありますね。ありますね。次か。はい。ただ、もう今にもリーチは来る。そうか。どうなった時の方が内田にとっては嬉しいのかちょっと難しい。内田とりあえず8000宝珠だけは耐えられないんで、今打ってロンも嫌ってのが。はい、わー、かされた。おいおいおい、いや、これもう完全に松本じゃないですか。松本か、小山か。はい。はい、面前の二人が。だいぶ有利になりましたね。はい。はい、でこれ、天敗だけど、Q1 がない。Q1 もないが、チーピンがあるか。松本が1枚だけか。あ、じゃあ1枚ありますね。チーピン1枚ですね。うちのこれ、面前で天敗ったらすごい手じゃないですか。うん。相撲取りくらいありそう、リーチすれば。Q1 がないが、E1 が倍近く。あ、ポンだ、注文さすがに。これポンですね。E1 は ?E1 倍1なので。1枚ありそう。もう1枚。ありますね。お互い1枚でお互い高い。しかもこれ、ハネマン。チーピンか E マンかみたいになってますね、今。チーピン E1 1枚。あれ、矢島内田に E1 打ったら逆転じゃないですか。奇跡の羽直。羽直。奇跡の羽直だ。本当だ。これ絶対打ちますよ、しかも。31,300 と12,900 だから、はい、奇跡の。直撃なら。まさか着が変わるのがあったとは。え、あのまさかの直撃なら2着が変わる。はい。まさかのそんな。いや、ありますよ。ドラマが。十分ある、これ。18,000。絶対止まらないですもん、今。あ、リーチだー。ウーピンか、パーピン、ションパイ。そうですね。はい、トイトイがいるんで、ウーピンですよね。まあ、でも今悩んでる。今、闇、リーチのリスクを考えてますけど。いや、これいきますね。Q1 引いた時だけ大リスクだけど。うん。どちらのがいいかと、今、松本が判断をした、まあはい、リーチをかける。これで E1 も CP も通ってないですね。親のリーチだ。どうすんだこれ。あ、追いついた、追いついた、これこれめちゃくちゃ有利じゃないですか。小山もリーチ追いかけた。一発有利っすよね。さあ、目まぐるしい。あ、ちょっと何だ何だ、むちゃくちゃだ。矢島が上がったー。すごい。これは矢島ももう。トイトイドラドラ、うん、さあ、これは2004戦。そして、京卓本番もつきます。大きな上がりとなりました。